ブライアン・ハフェとルイス・ゴンサレスは、コスタリカ・サンホセ出身の同国代表サッカー選手。アラフエレンセ所属。ポジションはフォワード。サッカー選手のイエンドリック・ルイスは実定。コスタリカ・プリメーラ・ディビシオンの LD ・アラフエレンセで18歳の時にデビューし、ロランド・フォンセカ・ヒメネス、フローラン・レデスマとトリオを組んだ。2004年には、コンカカーフチャンピオンズリーグで優勝し、 2004から05シーズンには国内リーグで優勝を果たした。テントリアとしてもプレーメーカーとしても優秀で2005から06シーズンにはチームの最優秀選手の一人だった。2006年夏4年契約でベルギージュピラーリーグのカーヘントに移籍した。2007年12月8日のスポルティングロケレン戦ではハットトリックを達成した。 2008から09シーズンにはリーグで最も素晴らしい選手の一人とみなされ、12得点でチーム内得点王になった。SC ヘイレンフェーン、RSC アンデルレヒト、スタンダールリエージュ、クラブブルフヘ、オリンピアコス FC、SSC ナポリ、ニューカッスルユナイテッド FC、セルティック FC、ウィガンアスレティック FC、AG アルクマールンが彼に興味を示した。 2009年7月15日、遺跡金500万ユーロでエールディビジの FC、トゥーエンテに移籍した。契約期間は4年。8月1日、2009から10シーズン第一節のスパルタロッテルダム戦でデビューし、57分にルイスと同じく新加入のミロスラフストフからパスを受けて、遺跡後初得点を決めた。8月20日の UEFA ヨーロッパリーグ予選、FK。 カラバフ戦と8月23日の RKC、バールバイク戦では2試合続けて2得点を決め、第8節の BBB フェンロー戦から第17節のナックブレダ戦にかけては10試合連続得点を記録した。その後もハイペースで得点を記録し続け、2010年3月27日のスパルタロッテルダム戦ではハットトリックを達成した。 最終的には35試合で25得点を記録し、自身が得点した試合すべてで勝ち点3を挙げるなど力強く前線を牽引した。アヤックスアムステルダムのルイス・スアレスに次ぐ得点ランキング2位でシーズンを終えた。国内カップ戦である KNVB カップでも3試合3得点と結果を残したが欧州の舞台では振るわず UEFA チャンピオンズリーグ予備戦。 UEFA ヨーロッパリーグ計10試合に出場して、無得点に終わった。2011年8月、遺跡金約1200万ユーロで、プレミアリーグのフラム FC に移籍した。契約期間は4年間。2014年冬、2014FIFA、ワールドカップ出場を見据え遺跡を志願し、レアルベティスなどが獲得に動いたが、1月15日、PSV、アイント方編にレンタル移籍し、 二年半ぶりにエールディビジ復帰となった。2015年7月7日、スポルティング CP に移籍した。契約期間は3年間で、契約解除金は6000万ユーロに設定された。2015年冬、J リーグに所属する、横浜 F マリノスや MLS のシアトルサウンダーズ、FC から、獲得オファーが届くも条件面が合わずに、チームに残留。この年は、結局、 25試合7ゴールに止まった。2018年7月11日、サントス FC にフリーで加入した。背番号は10番。しかしホルヘ・サンパオリ前監督とジェズアウド、フェレーラ監督の構想には入っておらず、ノーゴールのままサントスで公式戦に出場しない、期間が500日以上なったこともあり、2020年7月13日、サントス FC との契約解除を発表した。 2020年7月24日、キャリアの原点である母国クラブエルディアラフエレンセに加入し、14年ぶりの母国復帰を果たした。U-20 コスタリカ代表の中心選手であった。2005年に A 代表に初招集され、コンカ格ーフゴールドカップで初得点を決めた。ドイツワールドカップ北中米カリブ海予選に出場したが、本大会のメンバーからは外れた。 2007年3月のニュージーランド戦では1得点、1アシストの活躍を見せた。6月2日のチリ戦でも得点したが、その数分後に負傷し、2007年のコンカカーフ、ゴールドカップ出場は逃した。南アフリカワールドカップ北、中米カリブ海予選では、レギュラーとしてプレーし、最終予選最終節のアメリカ戦で2得点したが、得失点差の関係で、 ホンジュラスに次ぐ4位となり、大陸間プレイオフに回った。大陸間プレイオフでは、南米予選5位のウルグアイに敗れ、本大会出場はならなかった。2014FIFA ワールドカップでは、グループリーグ第2戦のイタリア戦で決勝点を挙げ、コスタリカの6大会ぶりの決勝トーナメント進出に貢献した。ありがとうございます。